はい、えー。ゴジラマイナス -1 のネタバレをしたいと思います、えー。実はこの映画ですね、スターウォーズのエピソード4が元ネタなんじゃないのかなと思ってます。そしてこのエピソード4の奥にですね、さらに山崎隆史監督の、えー、このゴジラマイナス -1 を作るまで、えー、映画に目覚めてゴジラマイナス -1 を作る どこまで、え、たどり着くまでのドキュメンタリーがで、ね、自社伝ってやつですかね。自伝が奥に隠れてるんじゃないのかなと思いますね。その話をしたいんですが、まず、スター・ウォーズのエピソード4、第1作目なんですが、これはだから、最初ですね、こう、一悶着あるわけですよね。そして、脱出ポットから脱出していってですね、 そして、えー、帰ってきたら、えー、両親がいなくなってて、両親が、えー、P されていてですね。えー、そして、ま、途中で、えー、最愛の弁おじさんもいなくなっちゃうわけなんですね。で、それで、えー、なんだかんだあって、ハ、え、ン、ー、ソロとかですね、中ッカとか、R2D2 とか、C3PO ですね。これが、まあだから今回の、えー、総改定ですかね、の、えー、クルーの 皆さんですよね、えー、そしてオビワン家の帯はまあ、浜辺美奈美さんということですよね で、じゃああの子は、あれはだからベビーヨーダーっていうね、ことになるのかもしれませんが、あれは特撮の、まあ、イデアだと思いますね。オタクのイデアが、浜辺美波さんとあの子にこう託されてる。まあ、宮崎駿っぽいですよね。幼女っていうのもね、あると思います。えー、それで、え、最後、まあ、デススターの設計図をですね、入手して、作戦立てて、で、特攻しに行くっていうね。全く同じですよね。スターウォーズとプロットがね。 で、これなんでそうなのかっていうとどうやら山崎隆監督はですね「スター・ウォーズと未知との遭遇」を見てこの道を志したと。 ウィキに書いてありましたんで、わかりやすいですよね。なんで、えゴジラという最高のコンテンツにスターウォーズをまずぶっ込んだということですね。えそして、ミチとの遭遇である、まあ、これはミチとの遭遇でゴジラでもいいんですけれども、えこのスピルバーグ要素をもうふんだんにこう入れてるわけですね。最初、ジュラシックパークで始まりですね。途中、上手になったりとかするわけなんですよね。 で、このスター・ウォーズベースのプロットにですね、スピルバーグ要素を入れてですね、そしてじゃあ何を語ってるのかっていうと、自分が特撮映画に目覚めてからですね、ついにね、ゴジラというスピルバーグでさえ、ね、撮れなかった映画をですね、撮るまでに至った経緯を、まあ、今回このゴジラマイナスワンで語っているんじゃないのかなと思いますね。で、まあですね、最初、あの、 大戸島ですかねそこでゴジラに遭遇してですねそこでミツとの遭遇ですよねショックを受けるわけなんですよね。 そして、帰ってくると。東京に帰ってくると。まあ、それはだから、山崎隆監督は、まあ、長野県生まれみたいなですね。だから新海、誠監督とかと同じ県ですよね。で、そこから東京にこう出ていったらですね、意気揚々と、まあ、出ていったらですね、東京はね、焼け野原だったってことですよね。まあ、つまり、自分がやりたいスターウォーズとか、CG バリバリの作品を作れるような環境ではなかったと。 日本はまだとというところですね。でもそこで、えー、ずっとやりたいことを一途ずにこうやっていてそしてまあ危ない橋を渡りながらですね少ないリソースでしかも、まあ、禁じ手みたいな船を使ってですね、えー、そして危ない、えー、嫌い処理をしながらまあ CG ですよねしながらですねまあ高級取りですよねそしてまあ家まで建てちゃったということですよね、えー、そして、えー、進んでいくうちにですねまあだいぶ調子が良くなってきたんですがその のの時にでですすねね秀明さん新、ね、ゴジラが登場するわけですね。まあそれがだから銀座のシーンですよね。だから銀座のあのゴジラっていうのはまあ新ゴジラなんでしょうね。でまあ新ゴジラとすごい似てますよね。熱戦のね、入った時とかね、ボロボロにぶっ壊していくわけですよね。 なんで、まあ、シンゴジラの鎌田くんが上陸して、そして、もうまた今度は品川とかにですね、あ、品川じゃないな、東京駅に、ね、凍結されるまでのシンゴジラですよね、にそっくりな感じで、銀座ゴジラですね、銀ゴジがこう出てきて、あの銀ゴジは、ま、山崎隆監督にすればですね、あの、秀明がヒットさせたシンゴジラのメタファーだと思われますね。 で、まあ、再びですね、山崎隆監督が築き上げた、その特撮とか、ゴジラにあと、あとちょっとで届くっていう時に、そんなにゴジラが好きじゃないね、安、えー、野秀明さんがですね、ゴジラでヒットを飛ばしてしまったと。そしてもうまた焼け野原になってしまったということですよね。で、まあ、ここからゴジラをこう引き受ける人がね、まあ、いなくなっちゃったんじゃないのかなって私はね、思いますね。なんで、 ゴジラを引き受けるってことは、まあ、丁庁が言ってた、貧乏くじを引くっていうことなんだと。新ゴジラの次に、えー、ゴジラ作ったら、えー、それはもう、えー、またね、えー、そこはもう、新ゴジラとね、えー、直で比較されるわけですから、まあ、誰もやりたがらないということで、まあ、あえて、死、えー、願したというところなんじゃないですかね。そうしないと、このまま誰もですね、ゴジラを監督しなかったら、えー、ゴジラが、えー 世に出なくなくってしまうとそしてゴジラを作る若い監督もいなくなるということであえて、まあ、ベテランの私がですね山崎隆が手を挙げたということだと思いますねそれで木造の船に、ね、乗ってるんですがゴジラがね出てきてでその香港から来たね高オとゴジラそしてもう一つあれですね新生丸じゃない方の方はですねあっという間にぶっ壊されて <laughs> 太郎字で白組だけね残ったわけですね。白組の隊長のあるね山崎隆が乗っていた方の白組だけ残って、それとハリウ ですね、ハリウッドを象徴する、まあ、タカオ戦艦ですよねでゴジラをこう取り合いするんですがこのゴジラとバトルするっていうのが、まあ、ゴジラを作るっていうことと、まあ、メタファーになっていると思いますねなんでゴジラとバトルしてどっちがゴジラ作るんだみたいな話になるんですが、まあ、結局ハリウッドの方もタカオですね方もひっくり返させられちゃったと、まあ、そんだけゴジラっていうのは強いコンテンツなんだっていうねことですよね で、新、えー、ゴジラが銀座に上がってですね、焼け野原にしちゃったんで、で、そして、えー、志願してですね、ゴジラを取ろうということになるわけなんですが、まあそこは、まあこっからだからプロジェクト X みたいになるんですよね。見てないんですけど <laughs>。で、いろいろ考えてですね、 どうにかこうゴジラを倒すえ、ゴジラを取ろうとこうして、えー、もがく話がまあ後半にこうなると思うんですけど、まあ最後は結局まあ特攻ということですよね。そして恥ずかしながら生きて帰ってまいりましたというようなね、形になったんじゃないのかなと思いますね。えなのでえ、このゴジラマイナスワン なんですが、これはまだスタート地点にも立ってないというところなんでしょうね。山崎隆史さんに言わせればですね、そのゼロ地点にも立てなかったということで、ゴジラマイナスワンっていうことだと思うんですが、このゼロ地点には次世代のね、監督がゼロを作ってくださいという、まあメッセージなんじゃないのかなと思いますね。安野秀明さんも新エヴァではですね、最後にマリと 新エヴァのネタバレをしますが、マリと手をつないで階段を上るということですよね。で、マリっていうのは、その前のシーンで、エヴァのね、股の間に飛び降りるんですが、エヴァから生まれたってことですね。エヴァから生まれた新しい世代の監督と共に、新次君である庵野秀明さんが手をつないで、仲良く駅の階段というアニメ界をね、上っていくということで、まあ、最後ラストになるということですよね。なんで このアン秀明さんも、山崎隆史さんも、今、世代交代の時期に差し掛かっている、そして大御所である宮崎駿さんも、さらにですね、世代交代のその先をこう見越しているというような形の映画を撮って、まあ、それが君たちはどう生きるか、なんですが、まあ、ここリンクしてるんだなってね、思いますね。というわけで、今回のマイナスゴジラなんですが、プロットは、スターウォーズのエピソード4、第1作目、 ですね、そしてその裏にその奥に隠されたストーリーは山崎隆監督の自伝ということですよね映画に目覚めてからですねその白組でなんやかんやあってそして「シン・ゴジラ」でまたなんやかんやあってそしてマイナス・ゴジラを撮るまでのゴジラメイキングストーリーがゴジラと戦うということで表現されているんじゃないのかなとそういうようなね夢を見ました。